皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク9デイ2の模様をお送りいたします。ウィーク9の MC を務めさせていただきます、吉本クリエイティブエージェンシー所属ピン芸人の武人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。会場の皆様、急に人気出たのかなと思いきや、実は本番前にセットアップさせていただきました。皆様ありがとうございます。さあ、そして、はい、そして本日も、アシスタント MC を務めさせていただきます、はい、カツリオンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、はい、こちらも打ち合わせ済みでございます。ありがとうございます。はい、さあ、ということでオープニングにはあいつさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、一人だけ仕込みが済んでないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫でしたね。やっぱり人気がありました。ということで、さあ、ここでお知らせがございます。まず1点目、友達紹介プログラムということですが、カツリオンさん、よろしくお願いします。はい、それでは紹介していきたいと思います。リーグオブレジェンドでは現在友達紹介プログラムが実施されております。こちらに参加していただくと、LJL 丸ごと体験ツアーに参加できるキャンペーンがスタートいたしました。はい、丸ごと体験ツアーの内容はこちらの VTR をまずはご覧ください。どうぞ。ちょっとね、私が出すぎるのがちょっとね、個人的には気になるんですけれども、まあ、内容といたしましては、LJL ファイナルが現地で観戦できること、そして選手が使用しているセットで実際にゲームがプレイできます。はい、さらには普段見ることのできないバックステージに潜入的ツアーも用意されているということで、こちらの LJL 丸ごと体験ツアーが合計10名様に当たることになります。皆様ぜひ参加してみてください。はい、よろしくお願いします。さあ、こちらすごいキャンペーンですね。丸ごと体験できるということで、さらには昨日もちょっと話題になってましたけれども、はいはい、その実際のまあ、選手席でプレーしたときに実況解説がつくらしいと。なるほど。なんか私がね、やるっていう話やるとかやらないとか、はい、あとはなんかあのデータももらえるっていうのもちょろっと聞いたんですけど、なんかそういう話もあるので、あるので、まあ、また詳細決まったら報告になるのかなと思いますね。なるほど、いろいろ決まりましたらどんどんね盛り上がってまいりますので、皆さんね、よろしくお願いします。はい、ご参加よろしくお願いいたします。はい、さあ、そしてプレーオフ前のお祭りイベント、 LJL2019 スプリングオールスター、こちらのお知らせもございます。勝利さん、よろしくお願いします。はい、ではご説明していきたいと思います。各チームから5名、合計40人の選手を出場していただきます。各チームから1名がキャプテンになりまして、自分が所属しているチーム以外の選手4名をドラフト形式で順番に指名し、合計8チームを組み試合を行います。誰がリーダーに選ばれてどんなドリームチームになるのかという、この期待の高まるイベント、はい、皆様ぜひご期待ください。いや、こちらも楽しみですね。まさかのドリームチームが出来上がるってことですよね。結構その選手たちもどうするどうするみたいな話を裏でしている様子見ましたね。はいはいはい、そうですね。いや、まあ仲のいい人から取っていくのか、はたまた異色のチーム作るのか、まあ楽しみですね。うん、あとなんか自らリーダーやりたいって言ってる方もね、いらっしゃるとか、いますね。いうのも聞きましたんで、こちらもお楽しみください。さあ、こちらの放送は3月29日金曜日18時より開始予定となっております。さあ、そしてセミファイナル、ファイナルのチケット発売日が決定いたしました。セミファイナルは3月21日木曜日13時、そしてファイナルは4月7日日曜日13時となっております。こちらもチケット争奪戦になる可能性高いので、はい、皆様お早めにということでよろしくお願いします。はい、こちらのチケットなんですけれども、はい、今までファイナルのチケットは少し売るのが早かったんですけれども、はい、今回はファイナルに出場するチームが決まってからセミファイナルの、確か直後、うん、翌日にチケットの販売開始になるということですから、はい、皆様ぜひお忘れなきようにお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それでは本日の対戦スケジュール確認してまいりましょう。こちらとなっております。さあ、 LJL2019 スプリングスプリットウィーク9デイ2、ゲーム1、ラスカルジェスター VS バーニングコア、ゲーム2、 V3 スポーツ VS クレストゲーミングアクト、本日はこちら2試合の模様をお送りいたします。はい、さあ、会津さん、こちら2試合なんですが、注目ポイントは。はい、2つともかなり注目で、理由としては1試合目のバーニングコアが、勝利を、収めるとですね、 V3 スポーツ戦国ゲーミングがですね、プレーオフの進出が可能性がなくなるとないう試合になってまして、また自分たちがプレーオフに出るためにもバーニングコアとしては勝たなくてはいけない。そしてクレストゲーミングアクトが勝てば、今現在マジック2
になってまして、はいはい、あと2勝でプレーオフ、まあ、3位以上が確定すると、はい、でそのまず1勝をここで取れるかどうかになってきます。それに、対して V3 スポーツとしては、上位にプレーオフに行くためには、まあ、もちろんラスカルジェスタを応援して、はい、その上で自分たちが勝利を収めるということが必要ですから、かなり順位に影響する、まあ、今日は試合なのかなと思ってますね、はい、なるほど。まさかの韓国の方では、まあ、大番狂わせとまでは言いませんが、ちょっと1位を独走していたチームが負け越したりっていうところもあったようなので、やはりここは油断せず順位を、まあ、上位を狙っているチームは確実に勝たなければいけないというところ、ね、今日も、まあ、注目なのかなと思います ね、 そ、 うですね、うん、そしてラスカルジェスターの活躍でランキングの混戦になるかどうかという可能性が高いと、うん、はい、さあ本日こちら2試合見物でございます。さあそれではまずゲーム1、ラスカルジェスター VS バーニングコアの試合、まもなくです。皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク9 Day 2ゲーム1、ラスカルジェスター VS バーニングコアの試合の模様をお送りいたします。実況のイエガーです。解説はリクルートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本日の試合ですが、昨日からパッチは 9.5 になっています。サイラスが先週に引き続きグローバル版となっております。またアップデートされたケイルとモルガナは使用可能となっております。さあそれでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずはラスカルジェスターのスターターです。トップアーリキャット、ジャングルワイバーン、ミッドポリス、 AD キャリースコッティ、サポートユキとなっております。続きましてバーニングコアのスターターです。トップコグコグ、ジャングルワンス、ミッドロキ、 AD キャリーゆとりもやし、サポートモカとなっております。続いて両チームの注目選手です。ラスカルジェスターからはアーリキャット、バーニングコアからはロキです。まあ、まずラスカルジェスターとしてはちょっと今チームの状況が良くない中で、チーム全体でまとまる必要がある、そんな中でやはり最年長アーリキャット選手がまあチームを引っ張っていかなければいけない。 KP としては 60% を下回る、まあ、そこまで高くない数値ではあるものの、彼からのエンゲージからの集団戦は非常に見事なものが多いですから、まあ、まずはアーリキャット選手がチームを引っ張っていきたい。一方でロキ選手としては、相手のワイバーン選手、ホリス選手を中心としたチームに対して、自分たちもワンス選手、ロキ選手、ジャングルミッドを中心としたチーム、さらにはロキ選手の調子がいい時のワンス選手の調子の上がり具合というのもかなり高いですから、彼が抑えていきたいでしょうね。まあ、ワンスロキのラインが元気だなという時はバーニングコアも調子いいと、まさにそういった形になってますからね。チャンピオンのところを見てもアーリキャット選手としてはエンゲージができるチャンピオン、例えばサイオン、今見ている通り、ジャーバンのようなチャンピオンが得意ですよね。そして先日は懸念レーンから主導権が取れる懸念というピックも見せましたが、あまりうまくいかなかったというところで、ちょっとチャンピオンプールにも、ま、期待していきたいところで、ロキ選手としては特にライズを取った時のワンス選手とのコミュニケーションであったり、自分の 1v1 でのパフォーマンスが非常に高いので、そのあたりを警戒していきたいですね。まあ、アーリキャットとしては先ほども KP 表示されてましたけれども 59.26 という中で、まあ、この KP を上げていく上でも、こういったサイオンやジャーバンといった自らがエンゲージを担えるようなチャンピオンを使っていった方がいいんじゃないかと。そうですね、特にジャーバンが今ジャングルとのフレックスにもなりますし、かなりバンピックでも強いですから、ここは抑えておきたいでしょうね。そして対しての注目選手であるロキは、まあ、かなりライズを使った時のパフォーマンスがいいと。ただホリス選手、対面するホリス選手としても、まあ、かなりレーンの 1v1 が非常に強力なプレイヤーですから、まあ、安易にライズを出してしまうとちょっとレーンから崩される可能性もありますからね。そのあたりを考えながらドラフトを組み立てていく必要があるということですね。まあ、ホリス選手のピックを見て、まあ、冷静にロキ選手がカウンター当てられると大きいですね。さあドラフトが始まったようです。ブルーサイドはラスカルジェスター、レッドサイドはバーニングコアです。サイド選択権はバーニングコアが所有しており、レッドサイドを選択しました。さあバーニングコアレッドサイド選択、やはりこれはロキ選手のカウンターチャンピオンのピックを見てですか。そうなると思いますね。さあまずはラスカルジェスターがブラッドミア、バーニングコアをアジールです。やはりホリス選手にターゲットバン冴えてきますね。これあとヤスオ、ルブランまでバンするとかなり面白いですが、どうしますかね。ヤスオは確定だと思いますが。さあラスカルジェスターのセカンドバンは
スレッシュ、そしてバーニングコアのセカンド番待ちということになっています。さあかなり考えて、やはり安尾かなり掘り進もうという番になってますね。そうですね、ラスカルジェスター の、 あのヤソグラスの連携はちょっと避けたいでしょうからね。おお、そしてラスカルジェスターはそれに対してかなり広くバンをしてきましたね。ブラッドミア、スレッシュ、エリスと、まあ、相手の得意チャンピオンを潰しながら、特にエリス、これワイバーン選手が使うかなとも思ったんですが、バンしたということは他のチャンピオン、例えばレクサイであったり、あとは最近流行ってるザックなんかもちょっと視野に入れてるかもしれませんね。ああ、なぜザック流行ってるんですかね。やはりトップレーンが少しファイターのメタになってきているということもあって、ジャングルもしくはボットレーンにエンゲージの要素を置くことが多いんですが、まあ、ワイバーン選手であればかなりザックのエンゲージといったところも期待できますし、まあピックしていってもいいのかなというふうに思いますね。さあラスカルジェスターのファーストピックはガリオ、まあ、かなりサポートでピックされることの多くなったガリオというチャンピオンですね。ファーストピックしてきました。ただレーンのプレッシャーがあまり出せないチャンピオンでもあるので、ブラウムなんかを当てられると苦しいですが、どうしますかね。とそしてバーニングコア、ファーストピック明かり見せていましたが、ここは変えてカリスタ。いやボットレーン、これは勝ちに行こうということですね。そうなると思いますね。そしてカウンターであるブラウムを抑えるか、またまた先に強いジャングラー、そうですね、ジャーバンを抑えておくかですね。いやさらにはこのジャーバンピック、まだどのレイクか確定しませんからね。コグコグ選手も非常に得意ですし、あとはジャーバンガリオの牽制にもなりますからね。おお、そしてやはりザックですか、まあ、ガリオとの相性もいいですから、ここは抑えておいた方がいいと思いますが、おっと少し面白いチャンピオンが見えましたが、いやザックよりさらにジャングラーへのプレッシャー強めていこうという選択にしますか。オラフ、今のところだとまだジャーバンがどちらに行くか分からないという状況で、ザックを先に見せるとなると、ちょっと序盤強いジャングラーにいじめられる可能性がある。もちろんザックはファームが早いのでかわせればいいですが、ちょっとワンス選手とロキ選手のプレッシャーが、まあ、普段以上に調子いい2人ですから、そこを警戒してですね。おお見せてから即ピック、いや少しちょっと間を持たせて欲しかったんですけれども、まあドレイブンとトリスターナかなとも思ったんですけどね。いやただこのドレイブンはもうこれカリスタピックを受けてですよね。もうやってやろうと、間違いなくレーンから勝ちに行くピックであるのは間違いないですが、ただジャバン相手なんですよね。そのさらにはカリスタが見えている中で、カリスタアリスターというバックライン荒らせるこの2コンビ取れますし、ちょっとこれドレイブンの立ち位置相当怖いですけどね。ブリンクがないチャンピオンですから、移動スキルないチャンピオンですから、まあ、決戦場なんか狙われてしまえば、もうフラッシュがなければそのまま倒されてしまうような、その難しいチャンピオンでこそありますけれども、そのドレイブンの難しさとして Q を続けて出していかなければいけない中で、はい、その Q の落下位置が見えるので相手の移動位置が予測できてしまうんですよ。なのでスキルショット当てやすいっていう部分があって、こういうバックライン飛び込んでくるチャンピオンたちがより AD キャリーにプレッシャーかけやすいんですよね。ってなるとこのドレイブンピックが、まあ、この段階で出したことによって破壊されないかどうかちょっと怖いですね。いやただラスカルジェスター面白いピックを見せてきました。さあラスカルジェスターはリベンゴバン、やはりもうバックラインにプレッシャーかけられる、特にコクコク選手が得意だったリベンをバーンしていく、あとは明かりも見せてましたが、それをどうコントロールするかですね。さあバーニングコアのラストバーンはゼド、まあこれもホリスが得意としているチャンピオンです。いやーこう見るとバーニングコアのバーン全てが、まあ、ジェイスはトップでしょうが、ほとんどがミッドチャンピオンと。そうなってますね。ただまだルブランが空いてるので、ロキ選手がここでファーストで抑えるかどうかですね。さあラスカルジェスターかなり悩んでいます。ラストバンはヨリク、トップレーンのチャンピオン、ここはセカンドバンフェーズで2つバンしてきましたね。コクコク選手のターゲットですね。さあここからのセカンドピックフェーズ、かなりミッドレーンチャンピオンが削られている中、バーニングコアの選択はやはりルブランになりましたね。そうなりますね。そしてこれに対して今までであればホリス選手はもうライズをピックした利益があるので、それを安定的に出すか、ただちょっとどうしますかね。うん、なぜここちょっとライズだとうんという感じなんですか。
いやー、堀選手からしてみれば、まあ、バンブイまで勝ちに行くピックではないですよね、はい、ルブランに対して。なのでそれを考えるとオラフを取っていることから見てもジャングルの主導権は取りやすいですから、ちょっとワンブイワンで勝ちに行くピック見せてくれてもいいのかなと思うんですが。あ、なるほど。ライズだとどちらかというとそのレーニング安定してというようなピックになってしまうので、それよりもレーンから勝っていけるチャンピオンを選択したいのではないかという中で見せているのはリサンドラ。ただこのチャンピオンもレーンで勝ちに行くピックではないですよね。まあ、ただリサンドラであればルブランをワンブイまで抑え込めますし、そのレーンのプレッシャーから今回はボットレーン中心に組み立てていくよということだと思いますね。なるほど、レーン戦ではなくサイドレーンへ動いていく動きでサシアを動かしていこうという選択ですか、ホリス。さあバーニングコアのラストピック、おー、ビクターです。さあレーンの割り当てがどうなるかというところですが、おそらくジャーバンがジャングルでトップビクターですか。そうなるとは思いますが、いやただ意外ですね。今トップレーンでビクターを出すと結構そのダイブのプレッシャーをもろに受けてしまって苦しいというところで、あまりピックの数が増えていない状況の中でここ出してきたと。さらにはコクコク選手ですからね、今までかなりタンクをヘビーにピックしてきた、まあ、彼が急遽ここでビクターをプレイするというのは相当意外な選択ですよね。もちろんそのドレイブンに対しても、まあ、あまり射程が長いチャンピオンではないですから、グラビティフィールド、アルティメットのハウスストーム、非常に強力なカウンターとしては機能するわけなんですが、相手がサイオンということもあってだいぶのプレッシャーかけられやすいですから、かなりオラフの位置には警戒しなければいけないでしょうね。ああ、コグコグとしてはこの選択によってかなり難しい立ち回りを要求されるわけですね。レーンの 1V1 のところでは有利が取れますが、先ほども言ったようにオラフ、リサンドラのダイブのプレッシャーが強力、リサンドラテレポートあることを考えてもちょっとトップサイドでのアクションはなるべく抑えた方がいいのかなというふうに思いますね。さあ改めて両チームの構成見ていきましょう。まずはラスカルジェスターサイド、アーリーキャット選手得意のエンゲージができるチャンピオンを抑えることができました。そしてポリス選手が今回はリサンドラということで、まあ、自分からキャリーするというよりはサポーティブな動きになる。まあ、注目はなんといってもスコッティ選手のドレイブンでしょうね。彼が序盤でキルを取ってスノーボールできるかどうか。一方でバーニングコアとしては全員でバックライン飛び込んでいくような構成になってますから、集団戦の形きれいに作れるかどうか、こちらもスノーボールの構成になってますね。あ、両チームともにスノーボールを必要としているんですね。そうなります。なので序盤どちらが勝つかというところに注目していきたいですね。なるほど。さあ、そうなると両チーム序盤の動きをどこまで成功させられるかというところ注目して見ていきたいです。さあそれではもう間もなくスタートです。さあ始まりました LJL2019 スプリングスプリットウィーク9デイ2ゲーム1、ラスカルジェスター VS バーニングコア、スタートです。さあコールも聞こえてと、フーウィルウィンでは 53% RJ ウィン、わずかにですけれども、ちょっとコールのところで BC、まあ、ファイティンと BC ファイティンでばらつきがあったのでということですかね。なるほど、そこですか、まあ、その差ということになっていますか。さあどうでしょうか。少し面白いワーディング見せてますね、ラスカルチェスト。これ映っていますね、このコグコグの動き、ワンスの動きが映っています。ここでコグコグ選手がリーシュをしたことが分かったのでレッドバスタートを把握できたと。オラフとしてはワンス選手に対してプレッシャーをかける上でスタート位置予測と、スタート位置が把握できたのは相当大きなことになりそうですね。さあそれに対してワイバーンは同じくトップサイドスタートフルバフからです。まあ、どちらのチームとしてもボットレーンが主な戦場になることは間違いないですから、できるだけ長くこのボットレーンに体を寄せておきたいということでしょうね。さあその言葉通り早速ワンスボットサイドです。これレベル2ガンク狙ってますか。確かにジャーバンであればいけますよ、いきそうですね。さあ僕はまだレベル1スキルがない状況だが、ワンスがレベル2です。さあノックアップは入るか、狙いはキー。さあフラッシュで合わせた。さあユキがターンとスリーマン返していますが、イグナイトも切られてダメージは足ります。ファーストブラッドはバニンコア、キルはゆとりもやし。ここはラスカルジェスターとしてはレーニングの有利を生かした上でレベル2先行を狙ってベームの主導権取りながらとい
という狙いだっただけに、ここレベルにガンクうまく決められたワンス選手の動き見事でしたね。ここも冷静にスコッティ選手ではなく近いユキ選手が狙うことでモッカ選手の急フラッシュを間に合わせる、非常に見事な連携でしたね。いやワンス一瞬そのスコッティに行くのかなというような動きを見せながらですよね、うまく EQ を当てていました。さあこれでまずボットレーンでガンクを成功、キルもゆとりもやしに入ってと、ちょっとラスカルジェスターとしてはまずその序盤の有利が共に必要なチームという中で、まあ、このキルはなかなか痛いんじゃないですか。まあ、そうなるとは思いますが、ただスコッティ選手まだパッシブもそこまで溜まっていない状況でしたし、ここからパッシブを溜めて逆にポリス選手、ワイバーン選手がボットレーンにプレッシャーをかけてスコッティ選手にキルを渡せば十分逆転できる、そういったレーニングの状況だと思いますね。このドレイブというチャンピオンはパッシブで名声スタックですか、溜まってそれに応じてキルを取った時に、まあ、追加のゴールドが入るというチャンピオンです。さあそれもあって非常にスノーボール性能が高いチャンピオンなんですが、お互いのジャングラーがボットレーンに寄っています。さあワンスの位置はコントロールワードに移っている。ここはブリンクアウトをしています。やはり両チームともにボットレーンという立ち上がりになってますね。そうなってますね。そしてモッカ選手のフラッシュがないのでラスカルジェスターとしてはそこが狙い目だということでガンクのプレッシャーかけてますね。さあワイバーンが今度は狙います。このボットレーンカウント、さあ正義の鉄拳ノックアップ入った。モカはフラッシュがないぞ。さあそのモカにフォーカス合わせているが雪をうまく飛ばして相打ちに持っていったのはモカ、11トレードです。いやここでモカ選手の対応素晴らしかったですね。さらにはここでキルが入ったのがスコッティ選手ではなくワイバーン選手ということもあって、このトレードではバーニングコアの方が有利ですね。いやモカ本当によく冷静に対処しました。さあ先ほどの新のリプレイです。でラスカルジェスターとしてはフラッシュがないモカ選手に対して W フラッシュからユキ選手が入っていくわけなんですが、瞬時にガリオをタワー下まで飛ばす判断見事でしたね。さらにはここでスコッティ選手のフラッシュまでないですから、いやさらにはホリスが今度は狙われている。ボットレーンからモカも寄ってきているぞ。さあホリスにスネア、ただワイバンがここにはフォローに入っているがノックアップ捕まっているのはホリスだ、学がない。さあユキここに合流してきますが先に1キル取っているのはバーニングコア。さあバーニングコアはうまく引くことができそうです。1キル獲得、バーニングコアです。いや本当にワンス選手のゲームテンポの早め方が尋常じゃないですね。いやもう5分にして3キルバーニングコア獲得してますからね。全てワンス選手、先ほどのカウンターのところでは絡めはしませんでしたが、逆にその時間帯を使ってミッドレーンのガンクのセットアップコントロールを置いて行ってましたから、ここまでのところバーニングコア非常に綺麗ですね。さらにはトップレーンビクターネコババ選択しています。放置されればされるほどビクターのビルドは進んでいきますからね。さあそのビクターを使うのはコグコグです。さあワンス今度はトップサイドジャングルへ。いやこのワンスの動きによってこのコグコグへのプレッシャーというものも弱まると。この時間帯アーリキャット選手がレベル6になったタイミングです。ワイバーン選手としてはコグコグ選手にプレッシャーをかけるなら今だという時間帯だと思うんですが、しっかりとそこのワンス選手がトリンケットを置くことでウルフを飼っているワイバーン選手把握してますし、素晴らしいですね。とミッドレーンアルティメットからホリスが仕掛けていますがこれはダメージが足りていません。ただボットレーンモカイグナイトがある、タウントが入った。ここはスコッティヒールをしよう、逃げたいところですがスタンが入る。さあゆとりもやしがキリングスプリーとアーリキャットのフラッシュが落ちています。トップレーンただワイバンが待っている、ちょっと猛進。ここはココグがフラッシュアウトです。さあワンスが来ていますがどうするか。ボットレーンではただその間にとんでもないことになっているぞ。宿命の呼び声ノックアップ入った。ユキこれは逃げられないでしょう。ゆとりもやしランページまだ7分ですよ。7分で4キル対面に CS さん20以上つけての、いやとんでもないですね。さあまあちょっとこの時間でアルティメットあることに驚いてしまいましたからね。あれって思いましたけど、まあ4キル取っているのであればということですか。いやただこうなるとですね、ラスカルジェスターとしては本当にそのドレイブンが
ダメージを出さなければいけない構成の中でここまでへこまされてしまうと相当苦しいですね。ヘクスフラッシュからの WQ、 スコッティ選手はもう先ほどの仕掛けでフラッシュ吐いてしまいましたから対応できませんでしたね。いや、戦っていこうというラスカルジェスターの選択に対してのこのバーニングコア、ボットレーン素晴らしい動きです。糸井前選手としてもモカ選手がデッドしている時間だけソロでファームを取る時間が多かったですから、レベル6になるタイミングも早かったということですね。さあ個人獲得ゴールド4000ゴールド。まだホリス選手が、ラスカルジェスターとしては一番ゴールドを持っている中でまだ3000ゴールドに到達していないような状況の中で1人4100ゴールド、まあ、これは勝てないですね誰も。ちょっともうワンブイワンできないですね。このゆとり前氏には勝てない状況にまでなっています。さあスカトルのコントロールはただラスカルジェスターがうまく成功させています。 Y バーン獲得です。ホリス選手のアルティメット対象してさらには E のブリンクからフラッシュで W で絡め取ることでイドリマヤス選手を強引にキルするということができるとこの750ゴールドが入るという部分でラスカルジェスターの逆転のきっかけになるのは間違いないですが、ワン選手がまたしても先に位置取りを取ることでそれを警戒してますね。いやこの両チームの戦い主戦場はミッドレーンになるのかなとも思っていたんですけれども、ボットレーンでしたねまさかの。いやまあそうですね、このピックカリスタとドレイブンですからね、ボットレーン行かざるを得ないですから、やはりちょっとそういったあたりからも、まあ、このシーズン後半戦になって両チームともに新しい戦い方というものを模索してるんですかね。特にラスカルジェスターとしてはそうでしょうね、バーニングコアとしては、まあ、一勝が欲しいタイミングですから、まあ、その限りではないですが、トップレーン Y バーン狙っていますがコグコグかなり警戒した立ち位置。アーリキャットアルティメットでさあノックアップ、グラビティフィールドが下に敷かれてスタンを返していますがオラフが突っ込んでくる。さあワイバーンがコグコグを倒しきっています。さあトップレーンガンク成功ですがカウンターボットレーンサイドではクラウドドレイクの獲得にバーニングコアが成功しています。ここはラスカルジェスターとしてはいい仕掛けでしたね。やはりアーリキャット選手のエンゲージからですねフラッシュがないところを読んでトップレーンへのダイムのプレッシャー、まあ、もうボットレーンでちょっと張り合うことが不可能なのでこのアーリキャット選手を動かすかホリス選手を動かすしかないという状況の中でトップレーン有利取れたのが大きいですね。いやただそのホリスを動かしたタイミングワンスが待っていたストップウォッチ、ここはブリンクアウト成功ですホリス。ちょっとロキ選手が合流できないタイミングだったので、そうですね、今ちょっと早く仕掛けすぎたかなというシーンではありましたが、ただラスカルジェスターとしてはこれでストップウォッチを使わせたということになりましたからホリス選手のキャッチ一つ意識したいですね。さあただボットレーンはもうバーニングコアが圧倒的な有利を築いています。さあこのミッドレーンわずかですがホリスの方が CS では上回っていますか。どうでしょう両ミッドレーナーのスタッツ出ますでしょうか。ジャングラーが出会いそうですか。さあ出ていますね。通常のところでは KDA、CS パミズともにロキ選手の方が上回っていることから見てもレーンのプレッシャーをロキ選手が生み出せる一方で集団戦でのダメージ、まあ、DPM が高いホリス選手の方が出せると集団戦でのプレッシャーはホリス選手の方が1枚上手ということですね。まあ、このスタッツから見てもやはりかなり両プレイヤーともにダメージが出せるプレイヤーではあるけれどもちょっとタイプとしてはレーン戦重視と集団戦重視で違うということですか。そうなると思います。特にホリス選手はピックするチャンピオンがアジル結構あるということもありますから。とミッドレーンではホリスロキの 1V1 ダメージトレード有利に立っているのはホリスだ。ボットレーンからユキがやってきますがロキブリンクアウト成功です。ただこの時間帯でロキ選手がアルティメットを受け続けているのであればバーニングコアとしては悪くないですね。仕掛けるタイミングがそれだけ減っていますよね。本来であればホリス選手のアルティメットをサイドレーンに出てコクコク選手さらにはイトリマス選手に使いたいそういった状況の中でロキ選手がしっかりともらっているというのは大きいでしょうね。ただこれはラスクルジェスター面白いですよ。レッドバフが湧いたタイミングワンスがやってくるのを待っているアーリキャット破滅のノックアップまで入っている。ここはワイバーンホリスを寄せて
うまく罠を成功させましたラスカルジェスター。ラスカルジェスターとしては育っているトップレーンを使ってうまくスノーボールの展開を行っている。もうやはりボットレーンでは対抗できないというところで臨機応変対応できてますね。いやー、ただこのボットレーンもうタワー下でもファブ取れないですね。まあ、ちょっとこれはゆとりまえ選手があまりにも強すぎるので渡さざるを得ない。いやー、13分になっていない状態、すべてのタワープレートを獲得してボットレーンのアウタータワー、ファーストタワーの獲得に成功です。バーニンコア個人ゴールドは6600ゴールド。このゆとりまえ選手がここからローテーションを仕掛けていって、あ、おっとこれはワンス大きいプレーだぞ。さあトップレーナー同士の 1v1 ではグラビティフィールドを使いながらワンスはフラッシュを使った後、さあそのワンスを狙いに行きますか。ブリンクアウト、いやしかしその先に斧を当てますわ。今ナイススキルショットで1キル回収です。いやー、ただヘラルドを止めたのも大きいでしょう。まあ、ヘラルドを止めたことの方が大きいですよね、この1キルよりも。なんといってもゆとりまや選手のゴールド量を考えれば1キル上げたとしても、いやさらにはこれボットレーンから動いてきたモカ、おっ、うまいモカ、なんてプレーだ。フラッシュを読んでノックアップ当てました。さあそのままコグコグが取って1キル獲得です。いやモカ選手本当に丁寧ですね。あのタイミングであればプロプレイヤーであればフラッシュで対応されるだろうということで、そこまで読んでのフラッシュ級見事でしたね。いや僕だったら間違いなく先行入力してますね。あWQ ってやってますね。ちょ、避けられちゃうタイプの人ですね。フラッシュで避けられていたんですけれども、いやもうかそこまで読んでの素晴らしいプレー。いやー、先ほどのシーンのリプレイですね。ここでトップレーンにいち早く糸井真也選手、モカ選手をローテーションさせた上でのこのモカ選手の仕掛け、恐ろしいぐらい冷静ですね。本当にもう見てからでも余裕でできるよというような声が聞こえてこない、聞こえてこんばかりに冷静にスキルショットを打っていきますね。まあこれで先ほどの仕掛けによって結果的にトップレーンでは1-1トレード、さらにはヘラルドを止めたということになりますから、まあ、大きく有利を作りましたバーニンコア。さあそしてドレイク、インファーナルドレイクがアップしています。ワイバーン選手の精進の保護がこの集団戦で生きるかどうかですが、いやー、ただこれゆとりもやしが寄ってきたら戦えないじゃないですか。ラスカルジェスター、アーリキャット選手のテレポート次第ですが、さあそのテレポートアーリキャット栄勝しています。モカの位置が、さあどうだ、ここは先にインファーナドレイク触ってはいますが、裏からモカがやってきている。ここはなんとかラスカルジェスターインファーナドレイクの獲得に成功。ワンスはちょっとヘルスがないのに逃げていきます。おっと、さらにはホリスのアルティメットが入ってゆとりもやしを捕まえているのはラスカルジェスター。さらにはスコッティ後ろから飛び込んできたモカにうまく対処して2キル獲得はラスカルジェスターです。ここは素晴らしいですね。モカ選手の位置取りが分からない状況の中で少し姿が見えた途端にホリス選手が W でしっかりと止めた。そこにユキ選手の CC チェーンも相まってモカ選手のエンゲージが全く機能しなかったんですよね。いや、こうなるとラスカルジェスター一気にミッドレーンのファーストターンまで取れます。これ大きいですね。さあグラビティフィールドを敷きますが、いや、さすがに人数差があります。ロッキーは後ろから少し構えるように狙ってはいますが、このアウタータワーは守れません。ラスカルジェスターがミッドのアウタータワー獲得成功です。このところでモーカー選手かなりいい位置取り取れているものの、やはりタンクがアリスターしかいないのでフロントラインとしてモーカー選手がいなくなると一気に辛くなる。これホリス選手、ユキ選手止めてますよね。これで全くモーカー選手が動けなかった。いやー、さらにはホリスでモーカーを止めた後にゆとり前しに行ったんですね。この本当に集団戦でのホリス選手の立ち位置に見事ですね。さらには何といってもちょっとサイオンを溶かしきるというところまでゆとりまえ選手が殴る時間帯を作り出せないですよね。このオラフがアルティメットで CC 向こうで突っ込んでくるので、まあ当然ラスカルジェスターとしては一番育っているゆとりまえ氏を狙いに行きます。そのゆとりまえ氏がちょっとこの Y バーンの使うオラフによってゾーニングされていたということも先ほどの集団戦の勝敗に影響したと。やはり精進の矛、火力がとてつもないですね。いや、気がつけばワイバーン5キルですからね。征服者も相まってもう一瞬でゆとりまえ選手解けましたから、このワイバーン選手を生かしたローテーション行っていきたいですね。特にミッドレーンのタワーが折れてミッドレーンのプッシュの主導権ホリス選手が取れている中でサイドレーンのプレッシャーがかかりますから、
さあゆとりもやしを狙いに行ったフラッシュインからちょっとつもしんのガップ合わせて、ここもゆとりもやしを狙い撃ち、ラスカルジェスター1キル獲得に成功です。ここはホリス選手がこの立ち位置を取ってトップレーンにローテーションしてくる敵をキャッチするのかなと思ったんですが、もうゆとりもやし選手が不要な立ち位置でファームをしているのが見えたので、一瞬でアールキャット選手と一緒にゆとりもやし選手とがめに行きましたね。そのままトップへローテーションです。アウタータワー獲得になりそうです。ラスカルジェスター、いやーグローバルゴールド逆転しましたね。ラスカルジェスターゴールドのところでももうワイバーン選手がゆとりもやし選手と並びました。ミッドレーンではシャットダウンゴールドも入ったこともあって、ホリスがかなり対面のロキ選手と差をつけてますね。700ゴールド、これはかなり大きいですね。ホリス選手がゆとりもやし選手まで届けば、先ほどのようにアルティメットから固めることもできます。まだ察しがない状況なので、もやし選手とゆとりもやし選手としては対応する術がないですからね。あ、ちょっと分からなくなってきた。お互いに序盤スノーボールが大事な構成という中で、先に成功させたように見えたのはバーニングコアだったんですが、ラスカルジェスターうまく返してますね。サイオンがファーストアイテム完成してから立て続けに仕掛けることで、自分たちもスノーボールのテンポを元に戻しつつあると。どうなんでしょうか今この状況、グローバルゴールドさほとんどないこの状況、どちらが有利なんですか今の状況だと。ラスカルジェスターですかね。そのゆとりもやし選手と察しが完成するまで、ちょっともうバーニングコアとしては手出しができないような状況になりましたから、この時間帯ではラスカルジェスターが視界のコントロールでもエンゲージのテンポどちらが握るかというところでもラスカルジェスターの方が握っている。本当にバーニングコアとしてはゆとりもやし選手にいち早く察しをかわせるということが大事になってきますね。もう少しゆとりもやしにゴールドを集める必要があるわけですね。そうなると思います。さあそれまではラスカルジェスターがさあ試合のテンポを握っていきそうです。いち早くバーニングコアとしてはこのゆとりもやしに察しようと。なのでこの次のドラゴンはちょっと視界のコントロール的に見てもラスカルジェスターサイドに渡さざるを得ないという判断で、もうリコールの選択になってますね。さあリコール、おゆとりもやしストップウォッチ買いましたね。もしかしたらこのストップウォッチによって、まあ、殺衆疑似的な殺衆をこの時間帯になってもらって、集団戦仕掛けられた際にある程度対応できるようにしようという判断かもしれませんね。ということはこのドレイク、次マウンテンドレイクですけれども、戦いに行くということですか、バーニングコア。もしくはそのバロンを強制的にやられた際に対処のしようがなくなるので、ここで持っておかなければいけないという判断で購入した可能性ありますね。なるほど、バロンへのプレッシャーも考えたということですね。そうなっていると思いますね。さあホリスがテレポートがある。おー、ウルフにいい位置にワード刺さってますね。狙えるぞホリス、裏を完全に取れます。さらにはこのタイミングでマウンテンドレイク、さあ狙うかホリス。ピンがたかれている。さあ始めたマウンテンドレイク、テレポートを使ったぞホリス。ゆとりもやし、いや完全に孤立してる。さあ狙われている、ゆとりもやしの位置に気づいたホリス。さあゆとりもやしにスネアだ、狙っていくユキ。ここはクレンズ、ゆとりもやしなんとかなんとか逃げていきますか。ワイバーンの斧が届く、1キル獲得はラスカルジェスター。さあ僕が守ろうとするんですが、ワイバーンのダメージを受け切ることができません。ダブルキル獲得はラスカルジェスター。いやここまでのセットアップ非常に見事でしたね。やはりバーニンコはサッシュが完成するまでは対応してなかったような状況の中で、そこでさらにゆとりもやし選手が一人でポジションを取ってしまったというところも、うん、災いしましたね。気づいてなかったですからね、完全にホリスの位置に。そしてもうホリス選手としてはそれを見た瞬間に飛び込んでいけばいいだけですからね。一気にゆとりもやし選手絡め取って、そうなった瞬間にもうサイオンを溶かすプレイヤーが誰一人いなくなりますから、アリキャット選手としてワイバーン選手が暴れ放題暴れたという集団戦でしたね。ここでもうゆとりもやし選手一人になった状況で、国国選手こそいるものの、ユキ選手を止めることもできませんし、これはちょっとどうすることもできませんでしたね。いや本当にオラフのラグナロク強いですね。精進の矛を買った上でこの耐久力ですから、7キル持っていることから見ても相当なスノーボールができていると。そしてここからバロンへのプレッシャーにラスカルジェスターとしては切り替わっていきます。
バック TP はアーリキャット選手の採用を警戒しなければいけないので、またもう一度そのコントロールワードをしっかりと置いて出ワードを行う必要がありますが、プラストコーン6機気づいています。さあ少しホリスが狙いに行くような動きでしたが、ここはロキはブリンクアウト成功しています。この動きによって逆らせた上でリバーの視界のコントロールですね。いやー、ワイバンがもうかなり強気に相手のジャングル内に入っていくことができます。さあこうなるとかなり視界のコントロール主導権を握っていっているラスカルジェスター。ここもホリスがフリーでコントロールワードの破壊に成功。今受けているこのラプターとレッドバフのところのコントロールワードのラインを崩されないようにすれば大丈夫ですが、ただ今レッドバフにいいワードが置けましたね。さあさらには狙っている、少しでも前に来ればというシーンですが、ここはゆとりもしがリコールを選択していました。あとちょっとボットレーンの状況も気になりますね。徐々に徐々にですが広告選手が押し込めるような状況になってきましたが、そうですね、アーリキャットとしては耐えているような状況になってますね。なのでラスカルジェスターとしてはできるだけ早くバロンにプレッシャーをかけた方がいいのかなとも思ったんですが、ホリス選手がリコールして国国選手狙い撃ちにいってますね。さあまたしても行くか、またしてもホリスから仕掛けるか。さあ逆にちょっとバーニングコアとしてはこのタイミングが仕掛けない方がいいですか。これ糸井前選手も殺傷を買っても無意味だということでガーディアンエンジェルにラッシュしてますね。そうですね、 BF ソードを購入。さあ狙いに行ったホリス、アルティメット届いた、スタンダー。さあ僕はフラッシュインで対応します。さあここでゆとり回しのストップウォッチ、ただコアリンノックアップが入ってしまう。いやさらには モカがノックアップからさらに捕まえてラスカルジェスター2キル獲得に成功。クレンズが上がるギリギリのタイミング、しっかりタイマー計算してよくホリス選手仕掛けました。いやこれバロンのプレッシャー一気に高まりますね。まだワンスは生き残っているのでスマイトある状況です。バーニンコアレベルでもイーブンですから五分五分ではありますが、さあロキはここで前にユキの正義の鉄拳を止めた。さあただタウントをツーマンに当てて、さらにはストップウォッチを使用して時間を作ります。さあバロンは残り半分というところですが、ここがまずはユキを打ち取った。さらにはロキがこのタイミングで飛び込んでいく、決戦場から入っていますがバロンを抑えているのはラスカルジェスター。さあさらにはロキがローヘルス、さあそのロキをワイバーンがまずは取っているぞ。ワンスは命からがら逃げていますが、アーリキャットフラッシュイン、オノからアーリキャットのキル、バロン獲得、ラスカルジェスターさらに2キル獲得です。ユキ選手がしっかりと時間を稼いでバロン削らせて、バーニングコアとしてもそこをうまくシャットダウンした上でロキ選手がダメージ叩き込んで逆転あるかなとも思ったんですが、ワイバーン選手がしっかりと抑えることでなんとか対応しましたね。ここでストップウォッチが行きはしましたが、やはりクレンズや殺傷であればあの後すぐに動けていたというだけに、ちょっとこの選択がちょっとうまい方向に転がらなかったというふうにも見えましたね。そしてラスカルジェスターとしてはこのまま人数の余裕化してバロンと、この後ですよね、ロキ選手とさらにはコクコク選手もバックラインから入ってきてダメージを合わせるんですが、はい、アフターショックの影響もあってホリス選手削りきれない。ここでなんとか削りきりはしたものの、アーリキャット選手、ワイバーン選手ほぼフルヘルスの状況。そしてフラッシングからしっかり取っていくと、非常に見事な連携でしたね。いやこれでラスカルジェスターバロン獲得です。さあグローバルゴールド差も広がって5000ゴールドほどの差になっています、ラスカルジェスター。いやさらにはバウンティーワイバーン1000ゴールドです。まあ9キル0セット3アシストですからね、ファームのところでもしっかり165シース取れてますし、いやちょっとこのワイバーンを止められないですか。バーニングコア征服者の回復というところも相まって想像以上の耐久力ワイバーン選手にありそうですね。いやさらには CC 向こうラグナロクで突っ込んできますからね。なんとかウェーブをクリアしていますが、その間にもミッドレーンのインヒビタータワー下にミニオンが到達。さあバーニングコアどうする。なんとかウェーブをクリアします。どうでしょうか、ゆとりもやしガーディアンエンジェル完成しました。このタイミングただまだ当たれないですか。
ちょっと今の段階だとこの視界のコントロールという点でラスカルジェスターの方が上回っている状況の中で、不用意に仕掛けてしまうとポリス選手から一気に仕掛けられてしまう可能性もあるので、まずは視界を取り返してとそうなっていると思いますが、いやただその暇を作らせないようですよラスカルジェスター。ミッドレーンのインヒビタータワー獲得に成功です。いやただモカが面白い裏に回るような動き見せています。あーただそちらのルートは通らないですね。ここでトップレーンに合流してジャングルのコントロールを取りながら一度リコールの選択ですね。さあ装備を整えてということになりますかラスカルジェスター。さあただ気がつけばラスカルジェスターが序盤大きな有利を握っていたバーニングコアに対してかなり返しているというゲーム展開になっています。スタックがスコッティ選手かなり溜まってますね。いやこのスタックが消費された時も恐ろしいですね。さあワイバーン視界をコントロールしていきます。ちょっとバーニングコアどうですか、リコールをしたタイミング、ラスカルジェスターのメンバーがリコールをしたタイミングで視界をいくらか取り返すことができましたけれども、この状況であれば当たることできますか。まあ、できるとは思いますが、ただ無理に仕掛けてしまうとやはりサヨンがどうしても溶かせないですよね。ここまで育ってしまっているともうガーゴイルストーンプレート完成してますから、仮に一人取れたとしてもアーリキャット選手が暴れてしまって陣形破壊されるという可能性もありますから、どうでしょうね、タワーの下でできれば戦いたいですかね。ただこのインナータワー下ではなくインヒビタータワー下にしますか。その方がいいと思います。ただスネアにホリスを捕まえています。ダブルチェイン狙いましたがロキわずかに届いていません。さあボットのインナータワー獲得はラスカルジェスターです。それをラスカルジェスター阻止も分かって無理にインヒビタータワーまでというコントロールは行えないですね。そうですね、ここも引いて丁寧に丁寧にゲームを組み立てていきます。モカ選手のグローリーも完成したのでエンゲージ手段というところは強固なものになりましたが、そして言っていましたやはり殺手買わないですね。まあクレンズありますが、ただもう一つあった方がいいと思いますけどね。ユキ選手がもう一度W でフラッシュインから仕掛けることもできるので、そうですよね、先ほどからそのクレンズがあっても足りないというシーンが何度かありましたから、まあ、ただここに関しては、バンピック1早く積んでサスティンで、まあ、ブラッドサースターシールドがつきますから、そういったところでバーストを軽減していくという選択になってきますね。まあ、さらには火力も欲しいということですかね。まあ、それよりもちょっとシールドの方が重要ですかね。ブラッドサースターのシールドがこのシーンではそうなりますね。カリスターは王剣とハリケーンさえ積んでしまえば火力が出るチャンピオンでもありますし、その後、ガーディアンエンジェルであったりブラッドサースターのような比較的防御寄りのアイテムを積めることがかなり重要なチャンピオンなので、この場合だとそちらの意味合いの方が多いですね。さあただゆとりもやし、もうこの位置まで待ってファームをするしかありません。さあブルーバフ、まあ、完全にジャングルが掌握されているのでバーニングコアとしてもかなり引け目のレーニングを取らなくてはいけません。ラスカルジェスターとしてはもうこのバロンを取ってもう一度ということになると思いますが、バーニングコアとしてはそこを狙ってデバフがついた状況の中から不意なエンゲージを仕掛けていきたいという判断ですね。とただホリスの位置見えていますよ、ワンス狙うんじゃないかノックアップから。さあホリススネアを返して、いやただブリンク先を読んで僕はいました。さあロキがさらにここに寄ってきますが英雄氷は間に合っている。ただこの効果が切れたタイミングでノックアップを返していますが、いやホリスのとんでもないダメージだ。ワンスがダウン、コックがここに寄ってきています。勇気をうまく分断することには成功、スリーマンタウントですがこれは逃げられないでしょう。1ストレートです。ただバーニングコアとしてはワンス選手取られたのでちょっとラスカルジェスターのエンゲージタイミングですね。さあテレポートから、おっとバロンを始めているぞ、気づいています。
ただアーリーキャットも寄ってきている。さあどうする、スマイトがないのはバーニングコア。いやここでホリスが反転だ。スネアでここを捕まえたが、モカがツーマンノックアップ。さらには下からロキ、ホリスに対してチェインが入っていますが、ここはゾーネの砂時計が間に合っている。さあただいや強すぎる、ワイバンが強すぎる。ホリスはアルティメットを使用、ゆとりましょう。あっという間にバーストでアウト、ガーディアンゲージで復活しますが、その後もしっかりと持っていく。さあラスカルジェスターがこれで3キル獲得、ノーデッドで3キル獲得です。このままバロンという展開ですね。やはりタワーがないといけないという状況の中でラスカルジェスターにおびき出されたような、そういった集団戦になりましたね。バーニングコアとしてもかなり広い展開を取って、自分たちが得意な1対1のような状況を作り出せる展開にはなっていたんですよね。モカ選手の W フラッシュ Q も見事でしたが、ただやはりゆとりもやし選手がダメージを出す環境というのがどうしても作りきれない。ホリス選手とアーリキャット選手が常にどの集団戦でももやし選手を見ているので、ちょっとオートアタックを全く打ててないですよね。さあこれで2つ目のバロン獲得です、ラスカルジェスター。さあもうミッドレーンに人数を寄せて、ラスカルジェスターとしてはこのインヒビターをまずは狙っていきますね。さあバーニングはかなり苦しい状況、このインヒビター明け渡してもう一度タワー下でということになりそうですかね。さあインヒビターかなり削れています、獲得に成功ラスカルジェスター。さあそのままトップレーンサイドへとローテーションしていきます。アーリーキャットはボットレーン。さあタワー下このタイミングですね。いやただとんでもないスピードでタワーが削られていきます。いや守れないか、ラスカルジェスタートップのインヒビタータワー獲得。しっかりとウェーブのコントロールからミニオン貯めてましたね。そしてもうワイバーン選手の斧が痛すぎる。ロキのヘルスが削られていきます。いやここで飛び込んだが、そのタイミングスネア合わせたロキが捕まった。いやワンスも合わせて飛び込んだんですが、そのワンスもここで倒される。ダブルキル獲得は Y1、 ゆとりまやしはダメージを出しに前に行くんですが、ホリスのプレッシャー、そして最後はスコッティ。モカなんとかホリスを打ち取ってはいますが、しかしその間にもすでに4キル獲得。そしてエースまで繋いでいくのはラスカルジェスター。そのままネクサスを破壊して勝利したのはラスカルジェスターとなりました。序盤からスノーボールが重要な構成をどちらも選択してきた中で、バーニングコーの方がボットレーンの仕掛けではうまくいった一方で、やはり広告選手ビクターというところもあって、ダイブのプレッシャーに弱いというところをしっかりラスカルジェスターがついて、ボットレーン苦しい中でもしっかりと勝ちの目をつないでいった結果、ポリス選手そしてアーリキャット選手がゆとりまえ選手に度重なるプレッシャーを与えることで集団戦確実に勝利していった。見事でしたね。いや本当に最序盤からゆとりもやし選手が育って育ってと、ああこれはバーニングコア勝ったかなと思ったんですけれども、いやそこからのラスカルジェスターの返し、本当にホリス選手のアルティメット、何度ゆとりもやし選手を捕まえたかわからないですよ。ドラゴン前でのあのバック TP からのゆとりもやし選手へのバースト、非常に見事でしたね。あれはもうちょっと差しがあろうがなかろうがどうしようもないような状況でしたね。さあラスカルジェスターとしてはスコッティにドレイブンを使わせるというようなドラフト面での仕掛けもしてきました。さらには試合中でも相手が育っている中で自分たちのできる最善のプレーをして見事に逆転勝利と、さあそういった試合を見せてくれました。ゲーム序盤のところではラスカルジェスターとしてもボットレーンから作るという姿は何度も見せていましたからね。ただここのレッドバフからすぐさまボットレーンに直行するワン選手の意表をつくジャングルルートからバーニングとしてはボットレーンの主導権が取れたということは大きかったでしょうね。ここもモカ選手が冷静に対処してますし、これでもうバーニングとしてはゆとりもやし選手にキルが2つ入ったことでボットレーンの処理が確約された。それをトップレーンの有利にまで移していったのを、ここまではバーニングコートとしては非常にいい流れだったんですが、ここもうまかったですね。モカしっかりと相手のフラッシュ見てからですよね。
この後ですよね。アーリーキャット選手トップレーンのところではしっかりとタンク装備整えてレーン勝っていたと。そしてモカ選手の位置取りをしっかり把握した上でアーリーキャット選手が張り付いていたゆとり前選手に対して全員が飛び込んでいくと。ここも堀選手見逃さないですよね。クレンズのクールダウン本当にあと 2,3 秒だったようなそういった時間でしたから、それをしっかりと計算した上での仕掛け見事でしたね。そしてこうなってしまえばもうホリス選手アーリキャット選手フロントラインとしてもう溶かすことは誰もできなくなりましたから、バロンの集団戦でも相手の方がポジション的には良かったものの、やはり選手ロッキー選手をゾーニングした後にモエス選手に近づいたと。そうですね、ここもいや何度もホリスが一人だけでなく複数人を集団戦で止めるというような動きが目立ちましたね、この試合は。さらにここ最後もちょっとすごいんですが、ロッキー選手の W 見てからすぐさまプロトベルトで前進していって W で捕まえるという超速の反応も見せてましたね。そしてここも最後追っていったと。やはりラスカルでした。アーリーキャット選手を育てた上で彼にエンゲージの判断を持たせると一気にチームとしてのまとまりが良くなるというような試合展開だったと思いますね。さあゴールドディファレンスオーバータイムでもやはり逆転勝利というようなグラフになっています。そしてダメージではホーリスナンバーワン、ここまでのところでやはりモエス選手に対して常にプレッシャーかけ続けられていましたし、ただバーニングコアとしてもコクコク選手がここまでダメージを出せていたということを考えると、あともう少し時間が伸びていればというような展開だっただけにちょっと耐えきれませんでしたね。ラスカルジェスさんのスノーボールというところが成功してしまったというような勝利になりましたラスカルジェスター。さあそれでは勝利したラスカルジェスターからウィーク MVP を視聴者の皆様に決めていただきたいと思います。ツイッターにてハッシュタグの後に選手名をつけてツイートして投票してください。投票受付時間はこれより3分間です。皆様からの投票結果と私たちキャスターチームからの投票結果をもとに週間の MVP を決めさせていただきます。ウィーク MVP は各レーンごとの MVP5 名選出、そしてその中からウィーク MVP1 名を選出いたします。ウィーク MVP の発表は来週の放送にてお知らせいたします。いやこれ Y1 選手かホーリス選手かでちょっと悩んでるんですよ。なるほど、僕はでもアーリキャット選手、おーアーリキャット選手かなって思いますね。やはりトップレーン辛いレーニングの中しっかり耐えた上でタンクを仕切って、中盤以降のエンゲージの判断彼がほぼほぼ行っていましたから、まあ、彼なのかなというふうに思いますね。確かにエンゲージの判断本当に見事でしたよね。さてそれでは勝利したラスカルジェスターのユキ選手へのインタビューがございます。武田さんお願いいたします。はい、こちらにはラスカルジェスターのユキ選手に来ていただきました。さあ久々の勝利となりましたが勝ちました、いかがですか。いやそうですね、まあ個人的に自分のパフォーマンスは、まあ、あんまり良くなかったんですけど、まあ、チームがいろいろ引っ張ってくれて、あのでまあなるべく僕はできるだけコミュニケーション取ってって感じで勝って、とりあえず連敗もしてたのでほっとしました。はい、ありがとうございます。この連敗を脱するために、この一勝勝ち取るためにどういう準備っていうのをこれまでしてきましたか。まあ、そうですね、正直、まあ、ボットから作るってプランニングはしてたんですけど、まあ、それがちょっと崩れちゃったんで、まあ、そこからプラン変更してトップ側で作る、まあ、ジャングルが結構キルが集まったので、まあ、いい感じにそれを他のレーンにスノーボールができたことが良かったですね。その中でこうやはりたくさんの準備が必要だったと思います。そして実際プレーオフにもう出ることはできませんが、そんな中でも勝利をつかむためにこう必死に練習をする大会に挑む、どういうモチベーションで戦ってきたんでしょう。まあ、そうですね、まあ、とりあえず来シーズンに向けて、まあ、なるべく自分たちの実力を上げるようにして、まあ、頑張ってます。そういうところでこうチーム内でこう苦しんだりとかっていうというのはいろいろあったりしましたか。いやそうですね、やっぱり連敗が続くとはなんかメンタル的にも結構苦しむので、まあ、ここからやっとちょっと抜けれた感じで、まあ、嬉しいですね。はい、今の気持ちはかなり、まあ、取り戻したというところで、それでは今日非常に活躍されていたので最終的に、ゼロデッドだったバイバー選手のプレーについて一言お願いします。まあ、よく頑張りました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあそれでは本日勝ちました
ファンの皆様に、ね、応援してくれてるファンの皆さんたくさんいると思いますので、カメラに向かって一言お願いします。はい、まあ、正直プレーオフの、まあ、チャンスはもうないのですが、まあ楽しい試合をできるように最後の週頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。ラスカルジェスターより結城選手に来ていただきました。ありがとうございました。それでは次の試合までインターバルです。